はじめまして、マリブデザインファクトリーの藤田と申します。弊社はデザイン事務所なんですけれども、石川県の小松市で営んでまして、その地元である九谷焼というのがバブルをピークにですね、3分の1もしくは4分の1まで市場が縮小してきていると言われています。でその中でやはり地元のデザイナーとして、なんとかデザインの力を使って貢献できないかと考えて動き始めたのが、今回こういうふうに出展させてもらっている九谷焼のボールマーカーをはじめアクセサリー類ですね、これを今開発して、今4年目に入ろうかというところです。サイガのブランドと本間ゴルフというようなコラボレートとして、パークゴルフで使うゴルフクラブが発売、今年からされています。でこれが、デザインも弊社の方でさせてもらったんですけれども、すでに例年の2倍ぐらいの販売数まで上がってきています。でやはりその年齢層が、高齢の方がされるスポーツなので、そういうマッチングも非常に良かったのではないかというのと、やはりデザインによるその売り上げの貢献度も高かったのかなと。もちろんコンセプトというのが一番重要なんですが、これらすべてそのコンセプトというのは、日本が持っている文化を最大限に生かして今の時代にチューニングする、動機をかける、その今まで伝統工芸を守らなければいけないと言われてたものを守るんではなくて、みんながちゃんと使えるものにしなければいけない、時代に合わせるということをやりましょうということで提案して、まずマーカーから始めました。例えばですね、先ほども言ったその九谷焼、この伝統文化の素晴らしいところ、どんなところが素晴らしいかと言いましたら、やはり九谷焼というのは森絵でして、この色絵がですね、こう持って色をつけてあると。でその中でもちょっと得意なものが、この青チブという点を打ったものがあるんですけど、この点ももちろん立体的に打ってあるんですが、ただ点を打ってるわけではなくて、このように、円を描くようにして、点を打ってるという、これがやはり作家さんのこだわりですね。普通の人がここまでこだわって点を打つことができないというものですね。はい、こういったものが随所にこう見えてまして、であとその九谷焼伝統工芸の中でもプリントのものがあるんですけれども、プリントのものとのやはり差別化を図る、分かりやすくするためにも、作家さんには見えるとこギリギリまでこう絵を描いてねと。プリントだと上しかシール的なものなので載せれないんですが、それは誰が見てもこれ手書きだって分かりやすくしようと。やはりプリントも技術がこうかなり向上してますので、でそういうところでちょっと分かりやすさというのを提供しています。で私はデザイナーなんですけども、絵柄に関しては一切口出ししてません。で作家さんがやはりデザイナーでもありますので、デザイナーはデザイナーに口出すということは、やらないでおこうと。で私はこのステージを作りました。同じ企画の中で絵柄だけで作家さんが勝負していただこうと。で言い換えると AKB48 の九谷焼版 KTN48 だよと言って皆さんに説明してるんですけれども、作家さんにこの小さな記事の中で絵柄だけで勝負して誰がトップ取れるんだと。皆さん当然売りたいでしょうから、売れる絵柄を考えてくださいということで、自由な発想構図でこう絵をつけてもらってます。で、そうこうしている間に、今までおそらくこの伝統工芸の九谷焼の中で、マーケティングという言葉は皆無に近かったであろうですけれども、この同じ企画の中で絵柄がいろいろある、217種類あるんですけれども、その中で季節とか性別、年齢によって誰がどんな絵柄のものを好むかというのがだんだん見えてきたというのが今の状況です。でやはり今私もこの胸につけているこのハットピンなんですけども、こういうふうにアクセサリーとしても今横展開を図ってまして、こう皆さん気軽にこの伝統工芸を使っていけるというものにどんどん今展開をこう広げていってるというところであります。で皆さんぜひとも日本人であるからこそこの日本の良さが分かると思いますので、皆さん自信を持ってこの僕たちはこういう文化を持ってるんだということで身につけたり使ったりしていただきたいと思っております。では短いですけれども説明を終わらせてもらいます。失礼いたします。